特別じゃないどこにもいるのは新しい少女へ。じゃじゃじゃーん、じゃじゃじゃんよ、じゃじゃじゃんよ、じゃじゃじゃんよ、バン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 、ドン。はい、タルトさんとソニックさんです。タルトさん、ソニックさん、タルトさん、ソニックさん、タルトさん、ソニックさん。イエーイ、ワオ。実はですね、なんか、初めのピアノの部分をですね、これ取り直ししてます。なのでですね、この部分が切り替わるとですね、また、違う、さっき録画した動画になります。初め、音程があまりにも外れすぎてたんで、今、冒頭部分だけ、収録し直してるという、そんな感じなんですけどね。はい、そんなんですね、タロさんと、スニックさん、タロさん、スニックさん、タロさん、ベイベイベイ、ベイ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 。はい、今日のお題入りましょうかね。今日のお題はこれです。バン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 、ペーン。連絡が来ない。理由と書いたわけ、わけあって連絡が来ない。そうですね。まあ、連絡が来ないというわけですね。今日はね、6択。なんで6択かというとですね、もう簡単に、ほら、ね、ソニックモンカセさ、占いをやるときにさ、ほら、あんまり、なんか、ね、複雑なスプレッドをやっちゃうと、なかなか難しいじゃないですか。そんな感じで今日はですね、もう単純に、もう結果と理由、ね、来ない理由、そう、結果と理由ですね。まあ、それで、バックカードを見るか、今日はな。まあ、そんな感じでね、結果と理由とバックカードね、この3つからいこう。で、なんで今日、なんかね、少女 A かというのはですね、まあ、のね、ちょっとダベりながら行きましょうか。じゃあ一番目に向かってゴー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 、わーお、ガオー、ソニックさんだよ。なんかね、まあ、そんな感じですけどね。まあね、まあ、ソニックさんね、あれですけど、まあ、ソニックさんはいいんですけどさ、この辺から、どこ、こんなところか、もう画面のどこに何があるかわかんないですからね。まあ、そんなんでですね、まあ、あれですよ、いや、ソニックさんさ、ほらね、なんかね、渋垣隊リスペクトソングをね、作ったからね、まあ、ちょっと、あれです、渋垣隊のあまりにもさ、ほら、作詞がすごいからさ、なんかね、まあ、瓜野正夫先生について調べたらさ、誕生日一緒。ソニックさんとですね、瓜野正夫先生はですね、誕生日が一緒なんですよ、皆さん。はいはいはい。それでですね、今日こっちにしておこうかな。うん。それがね、もうあれなんだよ、まあ、他にも誕生日一緒なのね、デルジベットっていうね、一世さんがいる、とこの、ヒカルさんっているんですけど、ヒカルさん、ソニックさんと誕生日一緒です。あと、ホッピー神山さんがですね、誕生日一緒なんですけど、ヒカルさんとですね、ホッピーさんはですね、あれなんですよ。パグスってバンドやってて、ソニックさん昔ですね、パグス、ライブにですね、ライブじゃなくてね、打ち上げとかに顔を出すことがね、たびたびありまして、俺いつも射程として扱われたんですけど、いや本当に、そうですよ。もうそのね、3人、うん、ほら、そうですよ。ホッピーさんと、ね、ヒカルさんとソニックさんですね、同じ2月22日誕生日生まれでですね、本当にもう、そうですよ。もう、ね、ホッピー神山さんがですね、俺の人生の最大の不覚はお前と誕生日が一緒だと言われて。いじられ役でした。本当に。そうですよ。音楽業界でソニックさん結構あれですよ。こう、ね、ブイブイ言ってるんですけど、頭上がらない珍しい人が、ホッピー神山さんですからね。まあ、いろいろありました。そうそうそう。うん。とても素敵な人ですね。はい、行きましょう。ですね、まあ、一番目ですね。うん。結果と理由ね、行きましょうか。もう、タルトさんがさっさと、あれ、ね、そうそう。うん。いや、さっきあれなんだ、布引かないでさ、こう、スプレッ、なんか、まじゃまじゃしてみたんだけどさ、なんか結構、こう、なんか、カツカツ音がひどくてさ、布敷かないとダメらしいわ。よし、行こうか。まあ、そんなんでね。まあ、そんなことはいいんだよ。これがですね、まず結果。うん。なんで連絡来ないの？結果はですね、小さな幸せを選んでますね。そうそうそう。うん。向こうがですね、まず小さな幸せを選んでる。うん。うん、そうそう。うん。それで、結果と理由ね。もうこれが理由。うん。理由はですね、うん。うん。あなたが浮気相手だから。バックカード見る？バックカード。ちょっとね、この辺に行こうか。じゃあ、バックカード、バーン。うん、そうですね。不利なポジションでの戦い。そうですね。一番目を選んだあなたはね、まあ、相手がどんな状況かわかんないですけど、もうとにかく、相手はですね、小さな幸せを選んでますね。そして、来ない理由は、浮気だからね。で、不利なポジションなんで、立場なんで。それで連絡が来ません。これが一応選んだ人の、相手から連絡が来ない理由ですね。まあね、まあね。うん、はいはい。うん、黙して語らず、うん、んなこともあるさ。
まあね、そうそう、悪さ P38 なんちってね。はいはいはい。よし、じゃあ2つ目いこうか。ね、そうそう。まあそんなんですね。いや、それがさ、売野さんもさ、なんかあれだよね。なんか結構さ、ね、調べてたらさ、少女 A? 少女 A がさ、なんだ、中森明菜さんですよね。まれに作詞をやった時に、初めのタイトル、うん、少女 A、カッコ16とかね、気違いじゃんさ、うん、尊敬をね、込めた、ね、あれで言いましょう。あなた気違いだ。いやいや、怒られるってそんな、大人なんだから考えようよ、本当に。ほんとひどいな。まあまあまあ、ソニックさんもね、あれですよ、ほら、プロデューサーとしてさ、なんか結構女の子のプロデュースとか しましたけどね。まあ大抵あれですよ、なんかね、1曲とか2曲とかプロデュースした後、恨まれます。だからさ、ほらさ、なんかさ、あるじゃん、この、なんつうの、なんつうの、なんか、歌い手さんがさ、なんか自分のイメージ持ってるのとさ、なんかね、本来の、なんか、いわゆる最高の性能を引き出そうと思ったらさ、キャラ違ったりするやん、そんな。なんか、やりまんのくせに青春ぶってみたりとかな。いや、マーケットそれ欲しがってね、とかあったりするやん、まあまあまあ。まあね、まあそんなんでですね、まあ、あれですよ、ね。まあ、でもかといってね、そのね、プロデューサーだったり作詞家とかね、無茶したいけど無茶できなかったりとかね、まあ、いろいろあるじゃないですか。まあ、本当ね、売野雅勇さんね、まあ、大ヒット飛ばしてましたけどね、時代が合ってたね。もう羨ましいぐらい時代が合ってたね。はい、結果、理由。ね、で、これが、ちょっと待ってね、ほら、キーボード斜めだからさ、それに合わせると、こう、画面からはみ出ちゃうね。よし、行こうか。よし、じゃあこれがですな、うん、まず2番な、もう、なんか、エルビス君。エルビス君を恨んだ。恨んじゃダメよ。選んだあなたね。選んだあなた。これが結果。ね。結果。なんで連絡来ないの？結果がですね。うん。あれですよ。剣の、ね。うん。剣の騎士。剣の騎士っていうのはですね。新情報新展開。これはですね。この剣の騎士がね、まあ、お相手が、自分から動いて展開を作んなきゃいけない。だから連絡してこないんだって。うん。で、これが結果。ね。結果と理由か。理由はですね、受け取る側だから。なんかあれなんじゃない？うん。なんかその、前向きよ。前向きに、前向きにやってんだけど、受け取る立場だから、うん。連絡しない。うん。もうこうバックカード見ておこう。これがグッドオーメンかどうかバックカードでわかるからな。バックカードでボン。これはですね、関係の浅い間柄ですでに固まっているので、それ以上の必要はないというところですね。うん。これがですね、死のカードなんですけど、死のカードが逆位置だと、もうあれです。変化なし。うん。変化がないんです。変化がなくてもそこで安定しちゃった。うん。だから、ま、そんな理由もあって、うん。そうそう。なんかね、あれだね。もうなんか、連絡来ない理由。なんかもう自分からやんなきゃいけないけども、受け取る側だし、そうそう。あなたの積極性が足りないのかから向こうも、特に動かない感じかな。まあ、そんな感じ。うん。それ以上はまたの、うん。なんかどっかから俺の占いを探せ。なんだそれ。まあまあ、そんな感じですな。うん。はい。ポツネー。やばいまあ、むてね、今日ほらね、連絡が来ない理由だからさ、そんな景気のいい答え出ないぜ。まあね、まあ、ソニックさん、いつもなんかね、なんかニッコニッコしながら、あれだからね、占いやってるけどね、なんかどんな結果であれ。でも、うん、人間、あれだよ、そうあるべきかもよ。行こうか、三つ目にガオー、ソニックさん。ソニックさんですね。タルトさんとソニックさんね。タルトさんも今日もね、会長に飛ばしますね。そうですね。そうですよ。ソニックさんはですね、あれですよ。キーボード独学だもんだって。うん。うんだよ。うん。だってさ、もううちはさ、ほう、なんかね、まあ、いいんです、いいんです、いいんです。なりたけは。なりたけは女の子はね、キーボードを習わしていたんですけどね。男の子はですね、運動しなさいということですね。ソニックさん、いやでもね、ソニックさんはね、スイミングスクールに行っててね、そっちの方が月謝高かった。ごめん。申し訳ない。申し訳ない。うん。申し訳ないんだけど。そうそうそう。うん、まあ、けどさ。まあ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 、でもね、そのね、なんかね、弾けない気持ちがやがてモチベーションとしてね、独学でキーボードをやることになったからいいんですけど。まあまあ、とにかくね、うん、うん。
でもあれだよ、あのなんか、うんとね、うん、そうと、キーボードプレイヤーは無理っす。そんな弾かねえもん。ただ、あの、コードをな、覚えとくと、あれだからな、作曲にはとても役に立つからな、そういった意味で、あの、常に、あの、な、あの、鍵盤楽器は、あの、近くにいてくれないと困る、うん、そういった、うん、リレーションだったな。でも、うん、なんかね、もう、ね、51歳迎えましたけど、ギターが好き。だってギターがいいとこってさ、弾かなくていいんだぜ。ギターをこうバーッとなんかぶら下げてさ、ステージでさ、あとかっこいい格好してたらさ、結構いいんだぜ、それで。もう昔からよく言われたじゃん。うん、尾崎豊はいつあのテレキャスを弾くんだ。ぶら下げてるだけだからな。かっこいいんだもんだって。うん、うん、そうだよ。うん、弾くけどさ。はい、三つ目いこうか。うん、三つ目な。そうだよな。まあ、そんなんでな。よし、いこう。三つ目がですな。うん、はい、これが、あのな、結果と、うん、理由。もう画面がな、ごめんな。はいはい、結果と理由とね、これ待機しておきましょうか。はい、じゃ結果、なんで、まあ、結果がですね、まあ、来ない結果はですね、はい、苦労の末に富を得る。そうですね。聖杯の9はですね、この人単独で成功するんです。なんか、あなたとね、関わり合いのないところでまず成功しちゃいます。それが、あの、インディペンデントでね、あの、自立してから、まあ、あんまり、うん、あの、無理して君にこだわることがないよっていうのが、まあ、もう正直な話。あのね、まあ、本人はそのこと言わないでしょうけど、それでですね、あの、これが理由です。理由はですね、うん、あの、限界まで突き進む女性。だからもうね、あなたがね、もう彼は成功してるから私はもう食いつきたいの、なんでも、とか、まあ、今余計なことやって、バンされそうなのが、ああ、そういう、なんか、限界まで進む女性。いいですか？聖杯の女王様、このね、カード、この女性はですね、本当にもうね、もうどんなことをしてもうわーって押しすぎ、うん、それがあの連絡しませんね。あ、僕もなんかね、単独でね、悠々自適に成功しちゃってるのをね、男として、と、うん、そうそう、うん、なので、あの、そんなにがっつかれてもあの癒すっていうのが実在な話ですね。はいはい。で、これがですね、まあ、あの、裏付けカード見ましょうか。裏付けカード、バーン、うん、これはですね、あれですよ、あの、溢れ出る情熱、期待できる人間関係、そうですね、うん、あの、全部ほら、カップで出てるでしょ、うん。だからね、あの、うん、やっぱあれなんじゃない、あの、楽しいし期待できるんだけど、まあ、仕事優先にしとこうかなってところかな、これは。これは、連絡来るね、大丈夫、連絡来ない理由は、君ががっついてるだけで、あの、向こうも、あの、楽しいっちゃ楽しいから、連絡来るよ、これは大丈夫。うん、そうね、はい、ソニーフレッシュ。エレクトリックイルシュの友達なんですよ。まあね、ちょっと教会に行っちゃいますけどね。まあそんな感じだね。まあ、なあ、まんまあれで、あの、ね、がっついちゃダメよ。まあね、そうね。まあいいじゃないですかね。よし、じゃあ四つ目に向かって、ガガガガオ、ガー、そうです。ね、そうですよ、そうね、まあね、いろいろありますけどね、うん、あとはどうでしょうね、まあなんかじゃあ昭和歌謡ね、やっぱいいですね、昭和歌謡ね、うんですよ、まあソニックさんもですね、あのね、あのね、あの 100% あのゴーワンラブね、まああのあれ渋垣隊のね歌からね、まああのまあそのもう頭でパッと浮かんだとこだけで全部歌詞作りましたけど、いやあれはね、もうちょっとね、今ね、考え直すね、もっとね、あのやっぱ中なんか途中で中間部分のがありましたけど、あそこでやっぱね、うん、なんかね、あ、なんか、うん、なんか、うん、なんか、ね、気が狂いそうだとか、なんかやっぱ語り入れたかったね、あれ今考えるとね。本当に、うん、そうそう、うん、命が消えてもこの恋はとか、もうさ、もうあるやん、実在する歌詞としてみたいなところをね。もうすごいわ、渋垣隊。本当にあんなの、ああ参ったわ、あんなの、もうなんかね、うん、ほんとあんなの比べたら、なんかもうね、もうTOKIOなんて軟弱軟弱。もうだって、もう君が恋をするなら相手は僕しかいないとか、何や、甘い。そんなんじゃねえよ、俺が好きなら叫んでもいいぜ。どんなだよ、叫んでもいいぜって言わねえだろ、それ。まあね、まあ素晴らしいですね。はい、行きましょうか。はい、じゃあこれがですね、4つ目を選んだなってですね、4つ目を選んだね、うん、ですよ、まあね、あ、まあ、結構ね、あのソニックさんのね、あの占い動画の中でもですね、あの、ね、なんかね、あの、閲覧してる年齢層が高めかもしれません。
アラフィフを引きつけてやまない。そんな、ソニックさんですからね。はい、行きましょう。はい、これがですね、連絡が来ない理由、はですね、はい、金貨の3が逆位置。これはですね、関係の進展の停止です。もっと、これ以上親しくならんと、ね、向こうが、あれですね、思うゆえに、我あり、そうですよね。はい、これがですね、その、結果、ね、理由はですね、今が夜明け。夜が明けちゃったっていう、うん、だからもう結果がですね、これ以上親しくしない。でもう理由はですね、彼の理由、夜が明けたから、やることやっちゃったって事ですけどね、なんてそんな感じですよ。行きましょうか。ボーン、ボーン、ボーン、バッカード、バーン。はい、これはですね、うん、棒の6が逆位置。これはですね、手に入らない戦利品。これはですね、もうあなたはのことがね、向こうにとってはもう手に入らない。うん、で、そう。あのね、よくよく考えたらそんなに必要じゃなかったな感じなんだって。もうだからそれはですね、連絡来ない理由はですね、もう夜が明けちゃった、新しい関係ないですからね、もうこれは来なさそうですね。まあそういう理由ですね、そうね、うん、ですね、もうね、そうそうね、まあ、プレスコット君もね、遊んでくれっていう時なんかまずビンッてニャッなんかね、うん、シンプルだけど可愛いな。うん、そうそう。ね、そんなのがありますね。はいはい。はい、じゃあ5個目いきましょうね。5個目はですね。そうですね。もういつもね、4択ぐらいしかないんでね。もうそうそうね。じゃあもう 5といえばね、僕たちの大好きなね、はい、くのこちゃんに向かって、ガーはい、そうですよ。うん。ね、くの1だから、くのこちゃんね、5ですよ、5、ね、5、よし、5かね、ね、まあね、うん、まあ、チャンネル登録ありがとうございます。そうね、チャンネル登録ね、ほら、カウンター見えないようにしてるけどね、上がってるよ、バンバン上がってるよ、本当に、うん、そうそうそう、うん、ソニックさんめっちゃ人気で、人気あるで、人気あるで、そうそう、あとはね、そうそう、あとね、ソニックさんね、久しぶりにね、実の姉のキャンディー姉さんにね、メッセンジャーでね、お話というかね、なんかやり取りしましてね、渋垣隊の歌詞、今考えるとおかしいねって話になって。本当に、昭和かよ、おかしいよ、あれ。なんだろうね。時代がね、みんな脳内麻薬出てたね、あれね。でも、あの時代ってさ、芸能界のお金の入り方、意味違うからね。なんか意味わかんないお金の発生の仕方してるからね。あれはね、うん。楽しかったと思うよ、本当に。そうそうね。はい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 。おいしょ、なんかうまく切れないな。ごめんな、これちょっとなんか、うん、タロットさんがもっと混ぜろ言うから、ちょっともっと混ぜやすいとこで混ぜるわ。混ぜ肉。よいしょ。混ぜ肉。よいしょ。ああ、やばい、待ってな、これ。タロトさんが、もっと混ぜなさいって。どうしようかな。なんか、混ぜ、これなら混ぜれるかな。ちょっと面積足んねえな、これ。よいしょ。そうね、最低、A4 ぐらいのスペースが欲しいです。そうですね。まあね。いいよね、こういうね、そうそう。もういやでもね、ミニキーボードはね、もうやっぱその抑えられるね。ソニックさんほらね、そんなに手大きくないからさ、なんかこのミニ鍵盤でさ、なんかあれだよね、ジャズコードの意味が分かったよね。あんた手がでかくなきゃジャズコードって抑えられねえんじゃんって、そういうまあ本当に、うん、黒人ミュージックの真髄は肉体的なところに帰依したね。そうはいはい、まあそんなとこですわね。行きましょうね。完結したというところですね。はいはいはい。よいしょっとね、タロットさんがね、布敷いてって言うからね、タロットさんのために布敷きましょう。はい、行きましょう。これでいって、ね、じゃああれですよね、くのこちゃん選んだね、これが結果、うん、理由で、これね、バックカード待ちようか。よし、じゃあ行こうかね。うん、はい、行きましょう。ですね、はいはいはい。まあね、まあとにかくね、やっぱソニックさんはですね、もう渋垣隊はヤックンですけどね、TOKIO は永瀬くんです。そうですね、うん、はいはい、行きましょう。はい、これがですね、うん、ですね、連絡が来ない理由、まあ、結果と理由の結果か、結果ね、結果はですね、収穫予定あり。あら、まあ、これほら、遠距離恋愛とかでさ、ね、とにかく収穫するために僕は今仕事頑張ってる、あるかもしれないね。はいはい。で、これがですね、結果と理由。理由がですね、バーン、縁がない。あー、なんか困ったね。
収穫予定はあるけど、理由は縁がないから。まあ縁がないって、そうね、まあ縁がない、まあそのね、遠距離恋愛とかね、まあ縁がねえから遠距離だったりするからね。そういう理由だって。うん。結果、理由。バックカード見てみようか。ね、バックカードは、まあ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 、こんな感じ。バーン。そうですね。まあ、生活の乱れ。うん。節制が逆位置でしょ？これはですね、楽しくない新しい環境を受け入れる。そう。だからほらね、まあいわゆるね、単身赴任とかでさ、離れちゃったりとか、まあそういった、環境が別に用意されちゃった。で、それに従うしかなくて、で、今は、収穫予定はあるけども、縁がないから、ね、そんな感じで連絡ができません。というところみたいですよね。5を選んだね。くのこちゃんね。もうたまにしか出てきませんけど、覚えてくださいね。これはでもまあ、まあなんかあれなんじゃない？そのうちタイミングが合えば、ソニーフラッシュって感じになっちゃう。ね、まあまあ彼はあれですよ、あなたのことを思っているよ、うん、そうそうそうね、うん、そうそう、うん、ね、そうそうね、 100% そうかもねなんちってねじゃあ行こうかね。じゃあ最後に6個目ね、6個目に向かってガガ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 、まあね、そんな感じですね。はい、6つ目です。よいしょっとね。じゃあ、こっちでとね。よいしょっとね。ちゃんとね。シャッフルしましょう。おっと、危ない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 。ういきょね。YouTube ね。そうです。まあ、YouTube ですね。まあね、まあ、でもあれですよね。YouTube。非常に楽しいコミュニケーションツールとしてね、成り立ちました。もう本当に。ここまで来るのが大変でしたけど。まあまあまあ、うん。ね、そうそう。いや、ほんとさ、あれですよ。この前さ、まあね、まあ、2ちゃんのまとめとか言って見てたらさ、ゲーム配信者でさ、別になんかゲームもうまくねえのに、人気配信者になるやついるよなみたいな話題になっててさ、うん、それはある。なんか、いる、神に選ばれた男。あればっかりはな。でも、しゃあねえで、ほんとに。あ、まあ、声がいいとかさ、なんか、ね、そうそう。なんかね、でも人気出るの謎だよね。まあね、まあ、まあ、ソニックさんもね、まあ、そこそこ人気あるからこれでいいかな、なんちてね。まあ、よくっちゃダメだよ、よくっちゃ。これでいって、タロットさんがね、これでいいってよ。イェーイ。こうやってやると人気出るかな、と思って。人気配信者の真似しようかな、とか。後から来たけどソニックさんよりも人気出ちゃった人の真似しようかなみたいな。ダメな。いいよ、もうそんな。そうよ。もしもピアノが弾けたんだって、もしもじゃない。そうそう。アニメじゃない。本当のことさ。もういいよ、もう。いや、さっさと行こうな、もうな。みんなな。うん。でもほらね、秒数稼がなきゃいけないのが YouTuber だからさ。余計なことも喋らして。そうそう。ね。思うんですよね。自分語りしていい？いや、しない。じゃあ行くよ。じゃあ6つ目。ね、これがですね、連絡が来ないね。結果と理由とバックカード。行こうか。結果、ね、連絡が来ない結果。なぜか。うん。これはですね、棒の女王様。これあなたが女性だとして、これあなたのこと言ってますね。うん、あれですよ。相手を信じてぶれない女性。いいんじゃないですかこれ。ね、相手を信じてぶれない女性っていうところで、まず来てますからね。まあ、あなたが信じてぶれないから、俺は安心して仕事に打ち込むよ。そんな感じだったらいいんですけどね。まあ、ここ見てみましょうか。はい、これがですね、うん、結果、理由。理由はですね、うん、これです。聖杯の10。うん。これですよ。ね、限定条件下での幸せ。もうですよ。決まった範囲内での幸せ。うん、ぶれない。うん、僕が君に連絡をしないのは僕たちの愛はもう安定しているからだ。いいんじゃないこれ。もうソニーフラッシュ確定じゃない。ここで大どんでん返しがあったらどうしよう。はい、これです。バーン、契約成立。なあ、さすがですね、ダミオ。いいですか？タロット占いというのはすべからくこういうもんです。全部意味が通用、ね、全部意味が揃うからタロット占い。ね、なんかこう、ちぐはぐなことは起きません。いいですか？はい、ね、6つ目選んだあなた。あー、震える。もう、いや、完璧ですよ。キャンペーキーね。そうそう。うん。キャンペーキーのキャンはキャンペーンのキャンで、you can do it ってなってね。意味わかんないですね。まあね。はい、そんな感じでソニックさんでした。ぴょーん、ほほんとね。はいはいはい。まあ、それこれが、ソニックさんシンセサイザー。まあね、まあ、もうちょっと鍵盤な、弾いてあげろって話だけどな。なかなか鍵盤のあれですよ。なんかそんなね、うん、あれなんですけどね。うん、うん、うん。ね、まあそんな感じですね。今日ね、もう、ソニックさんね、リアルタイム誕生日なんでね、そうそうそう。Happy birthday to you。 こっちが to you。 まあ、ガデンツが来ると違うな。 Happy birthday to you。 Happy birthday to you。 Happy birthday dear。
ソニックさんとか他にもいっぱいいるけどさ、まあ、チャンネル登録ありがとう。あとはですね、あのタロットライブ日曜日と水曜日にやってます。でタロットさんとソニックさんというソニックさんだけじゃなくてこの番組はタロットさんとソニックさんでやってます。あとはですねココナラで占いやってます。1日5件ぐらいあの占いしかしないんで、あの隙があったらあの購入しないと占えないぞ逮捕しちゃうぞ。ハッピーバースデー。こうちょ半音ちょっとやると、ちょジャズっぽく聞こえるってそれだけの話だけどね。はい、 To you and me and someone。はい、またすぐにお会いしましょう。 See you! チャオー。